友達ラムです。ラムズくん。どうも映画チンピラジャガモンの斉藤です。どうも映画バカ芸人アンコです。パニパニュー。はい、シネマショットは映画好き3人が集まって好き勝手映画について語っていくというチャンネルでございます。はい、ということで今回は閲覧注意チミドロスプラッタ映画特集。ブシャブシャザ・シン、いやテリファー3、などグロい映画が公開されるということでですね、はい、それにちなんだ血が飛び散ったり内臓出てきたり首がなくなってしまったり残虐な映画をですね一人一本紹介していきたいと思います。はい、なんかさ、うん、スプラッターの定義がさ分かんなくなってきちゃって、はい、確かに似たやつだとねゴアとか、いろいろありますもんね。まあゴアもそうです。スラッシャー、スラッシャー、ね、そうか、そうだね、曖昧なんですよね意外とね、だからハロウィンとかはスラッシャーじゃん。そうだね、って言うじゃん。要は内臓とかが出たり角に血がこう出ない、スプラッターはもうプシャーだよね。悪魔の生贄とかベタに言えばね。今回はそれを一括りにしちゃって、一般目線から見たら分かりやすくスプラッター、みたいなのを紹介していきたいと思うんですが、私からいきたいと思います。おお、私ちょっと柄にもないこと言っていいですか。何？最近スプラッター無理なんだよね。え、ラムちゃんらしくない。この企画やめる？いや違う、自ら見たいって思わなくなっちゃった。ああ、なんか昔はすごい好きでも内臓出てきゃ嫌だみたいなちょっとそういう期間だったんだけど、あったよね。あったあった。それなんでなの？なんか痛そうじゃん。それは見た当初から痛そう。気づくの遅い。私が一番好きなスプラッタ映画はこちら、タッカーとデニー。ああいい、まさにだね。史上最強についてないやつら。はい、超コメディ映画、グロとかホラーとか苦手な人向けの、まあグロいけど笑えるよみたいな、そんなような映画となっていて、私これ本当に年一見てるぐらい。へえ、すごい好きですね。若者が休暇取ってキャンプ行ってコテージに泊まったら、まずいね、なんか怪しい殺人鬼のようなやつらがいて、夜な夜な襲われるみたいな。まあそれこそキャビンとか、はいはい、まあだからそれこそ資料の腹渡、資料腹渡だ、ジェイソンもそうだね、ホラー映画の定番中の定番のお話なんだけど、このタッカーとデールってやつが殺人鬼、カッコハテナなんですよ。なあ、そうだね。そう、若者たちがわーって泊まりに行って休暇を楽しんで、まあそれこそエッチなこともしたりするんだけど、古いお家にボロボロのつなぎとか着て明らかに人を殺して猟奇殺人してそうな二人がいるんだけど、本当に和やかに穏便に暮らしてるただの兄弟なんですよ。怪しいやつがいるって、うわーって逃げて勝手に自分で木の枝に刺さってこうグロく死んだりとか、はいはい、あいつ殺人鬼だーって言って勝手に船から落ちたりとか、勘違いホラースプラッター映画みたいな、はちゃめちゃに面白くて笑えて、地上最強についてないやつらってね副題ついてるんだけど、本当にまさしくその通りのタッカーとデイル、この作品ね、ほとんど事故死なのに2人がやったみたいな風になっちゃってるってことね。そうそうそう、これはなんか最近ちょっとグロいのきついなって思ってきちゃったんだけど、これだけは本当に見れる。それこそハッピーデスデイはこのタッカーとデルに着想を得たシーンがたくさんあったり、結構楽しく見れる作品ですね。なんかこううわーっていう怖がらせ方をしようとしてるゴア描写じゃないもんね。そう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 、苦手な人向けっすね私からすると。確かに入門編として素晴らしい。入門編これ、はい、しかもこれ未体験ゾーンの映画たちで上映されたやつで、そうなんだ、こっから未体験入るのもいいかもしれないですね。確かに、さすが未体験大好き芸人。はい、どうも。え、今嫁の名前言ってたの？違う、嫁の名前じゃない、言ってたよね今。言ってた今、未体験ってよく嫁子の名前言ねえ、違います。わあ、シンプルに噛んだ、ごめんなさい。それはそれでなんですけど、あちゃちゃ噛んだっていうか息の根が止まったから。やばちゃった。どうも、スプラッター大好き芸人あんこです。肩書き多くね。このジャケットは、帰り地です。今回私が選んだ作品はですね、わりかし新しめというか、先週か今週ぐらいに配信された、配信が始まった作品でございます。それはなんとですね、ネットフリックスオリジナル、ババン、ロストインシャドウ。ああ始まったね。はい、これ気になってた。インドネシア映画なんですよ。わりかし物語も王道チックな感じで、暗殺部隊がちょっと今回
主人公になりまして、うん、死の影って呼ばれてる暗殺部隊があって、うん、その中に属してる女の子がいるんだけど、ヤクザの組長を暗殺するという任務に行ったんだけど、はい、ちょっとやらかしちゃいまして任務失敗しちゃうのよ。上司にお前もうちょっと出直してこいって言われて謹慎処分食らうのよ、うん、でその謹慎処分の中で主人公の女の子が住んでた隣の家が騒がしいなと思って、はい、で覗き穴見たら子供とお母さん住んでんだけど、なんか知らない男性が出入りとかしてて、うん、で揉めてんの。次の日また覗き穴見たらお母さんが死んでて、あら、でどうやらなんかの事件に巻き込まれたなと、はいはい、で男の子が一人残されてる。その男の子に近寄ったら仲良くなっちゃって、うん、でまあ辛いかもしれないけど頑張りなって中、その男の子が誘拐されるの。おそれでその女の子が謹慎の中助けに行くって。なるほど。まあ上映時間は140分ぐらい。長えな。2時間20分、はい、ちょっとがっつりあるんですけど、いわばその友情もの、うんうん、小さい男の子との友情ものだったり、あとはこの組織との対立を描いて、なるほど、で師匠みたいなのもいるから、うん、その師匠とも対決しないといけなくなってくんのかなみたいな、うん、っていうところの物語の厚さもあるんですけど、まあこの映画はですね7割か8割はアクションっていう、それもまためちゃくちゃおもろくて140分で、だから冒頭からね、それこそヤクザを乗り込むところとかも、はい、もう一人で鎧みたいな武装してって、もう全部フルフェイスで刀を振り回して、で組長のこの首をファンってこう切るの。普通さ、もうパンって一振りでさ、首切れましたでいいじゃん。コロコロでね。この監督違うんですよ。ちょっと皮が残ってる。まさに首の皮一枚ね。そうなのよ。ほんとまんべんなくバイオレンス描写を見せてくれるところがね、非常に病みつきな映画になってるんでね、ぜひね、アクション好きは特に見てもらってほしいし、これを撮った監督がむちゃくちゃ僕大好きで、うん、ティモ・ジャヤントって言って、うん、インドネシアの方でアクション映画をほとんど撮ってる方なんですけど、うん、ただのアクションじゃなくて、うん、めちゃめちゃグロアクションの、へー、これあのシネマンションの過去動画で言うと岡田奈々子ちゃんもベスト5に入れてたヘッドショットっていう映画を撮った監督で、うん、あ、そうなんだ。本格的アクションを見せつつ、うん、実はこのグロ部分がまた病みつきになっちゃうという、うん、監督さん次回作にですね、ミスターノーバディ2の監督にも抜擢された方でなんですけど、まあ今回ロストインシャドウもちょっと見てほしいですね。これもインドネシアね。これもはい。ああ、ね、じゃあミスターノーバディ2えらいことになっちゃうのかなって思っちゃうね。だから期待してるんですよ。だから今ね見ときたいね。めちゃめちゃおすすめなんで、ね、抑えるべき監督、ね、はい、なんでぜひねみんな見てね。いきます。バン。サプライズ。なるほど。これは好きだね。え？本当？あれだよね。動物のお面、ね。あ、そうです。もうまさに。このねパッケージになってる。そう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 。キツネと羊と虎、うん。ごめんなさい。ちょっと区別があんま分からない。そうそう。あの僕もあのなんか本物見たんですけど結構分かりづらい。オリジナルも分かりづらいんでちょっと皆さんうまくやってほしいんですけど、はい、主人公女の子結婚しててね。で旦那さん側のご両親が、うん、なんか結婚35周年みたいな。パーティーを開くよと、はい、もう十何人ぐらいが集まる、まあ、コテージみたいなところに行くわけよ、うん、でそこでお祝いだーみたいなことをやってるんですけど、隣にあるお家からなんかずっと音楽が流れてると、はいはいはい、まあでもみんな何も気にせず普通に家族でこうパーティーをやってると喧嘩なんだよね、親戚同士が、うん、なんか揉め出して「あちょっと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 」とか言ってたら急に外からボウガンが飛んできて、あー親戚の子にパッてぶっ刺さんのよ、うん、急に何みたいな、で出ようとしたらなんか外にも罠みたいな引っかかって足ちょん切れちゃうみたいな、でわーって大騒ぎになるんですよ。そしたらこのマスクをかぶった男たちがやってきて、どうやら家族を殺そうとしてますよっていう話なんですけども、まあここまではベタな王道な、まあ、スプラッター映画というか、あ、ここからみんな殺されていくんだろうなって思うんですけど、序盤にまさにサプライズが待っていまして、うん、こういう感じで進んでいくのねっていう、まあ、気持ちいい感じで、うんうんうん、もうガンガン進んでいくっていうのが、まあ、この映画の魅力なんですね。僕が好きなこのスプラッターシーンが、ジュースをね、ぐちゃぐちゃにやる、まあ、ミキサーというか、ジューサー、うん、あれを人の頭に、バコーンって
かぶせて、うん、コンセントブッて入れてブッ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 ってやるっていう、うんうんうん、いや入んないだろっていうところからなんだけど、ね、そういうこう笑える感じの、面白いシーンもちゃんとありながらっていうのもこういうこう、まあ、スプラッタ映画の魅力なんだなっていうのもありましたし、あとこの監督がアダム・ヴィンガードっていうね、うん、この映画でその監督してすごい好きになって、うん、過去作とかその後に出る続編とかをこう追いかけてったら、うん、今アダム・ヴィンガードが撮った最新作はゴジラコング。おお、そうなんだ。そうなんですよ。あのゴジラとコングがね走ってきてる、はい、でおなじみあのバカ映画、あれをまさかのこのアダム・ヴィンガードが撮ってて、はい、こんなこう変わるんだっていうか。すごい、ね、いろんな撮れんだね。いろんなの撮れんのよ。あの、ちなみに海外版のデスノートとかね。あ、そうだそうだそうだ。撮ってたりとかして、あの、外れはあるはあるんですけど、この監督ずっとこう、近い人が怖いみたいな。はいはい、はい。近い人が実はとんでもなく恐ろしい人間だったみたいな映画をずっと撮り続けてる人で、まあ、そんな人がやっぱ、ゴジラとコングが仲良く走る映画を撮るっていうのは、やっぱちょっと感慨深いというか。真逆ですもんね。真逆。あの、サプライズも面白いんだけど、あの、ザ・ゲストっていう。あ、面白いね。ホラー映画で、ハロウィンから着想を得た傑作があるんですけど、これもすごく面白いので、このアダム・ヴィンガードさんはもうめちゃくちゃおすすめで、あのよくわかんないくなっちゃってますけど、この動物3匹のマスクが可愛いというか、うんうんうん、特徴がねすごいあって印象深いっていうキャッチーなところもいいので、それこそ初心者というか、うん、そこまでその内臓が出たりとか股が裂けたりとかはないので、そういうコスプラッターちょっと苦手かもと思ってる人にはすごくタッカーと出ると同じくおすすめです。はい。なんか意外にあれですね、テリファーみたいなどぎついやつ出なかったですね。え、みんなもうあれなの、やっぱ、うん、年いってるとさ、グロいの無理ってならん？え、その焼肉が食べれなくなるみたいな、カルビ食えないみたいなね。最近無理だなみたいな、ちょっと。あ、まあいろいろ候補はね出ましたけどね。まあね、候補はね。やっぱグリーンフェルノとかでも定番すぎるなって思う。そうそうそう、前に話しちゃってるのとか多いからね。まあそうね。だからあんまこの企画が良くなかったってことなのかな。あ、これはちょっとスタッフさん。でも確かにずっと原田さんは嫌な顔してる。ということで今回私たちが紹介したのはスプラッタ映画こちらの3本でした。はい。他にもね、おすすめのスプラッタ映画があったらコメント欄で教えてください。うん、バイバイ。バイバイ。あんま教えなくていいや。なんでこの企画やったの？インパクトでしょうはハイテンションっていう映画でございます。出た。インパクト。映画のやつですよね。映画のタイトル。ハイテンションって映画は。ああ、うん、そういうことね。はい。サッカーと出るの後に見てます。インパクトでしょうハイテンションっていう映画がある。めっちゃつまんなそうなの出してくるじゃんと思ったら。ハイテンションね。ハイテンションはおすすめですね。ハイテンションもいいよね。いいよ。